おいっす。おいよはい、皆さんこんにちは、まいちゃんです。いかがお過ごしでしょうかというね、いつものフレーズから始まるバンチャンネルです。さっきね、友達と、風呂会議というか、まあサウナ会議行ってまして、じゃ前半の動画ご覧くださった方はもうご存知だと思いますけど、まあ、最近ちょっとサウナにハマってるって言ったら変な言い方なんですけどね、はい、行ってまして、今、梅田のこれグランフロントと淀橋カメラのあたりなんですけど、はい、左折。風がね、とにかくめちゃくちゃ強くて、めっちゃ寒いんですよ今日。 今ね、ちなみに外気温 4.0 度ですね。2020年の12月、何日や、今ちょっと分かんないな、12月16か水曜日です。時刻が22時50分、まあ比較的早く帰りました。お、新阪急ホテルの最上階、男性が仁王立ちしてますね。映ってるかな。はい、淀橋セカンドタワーのね、横を通過です。今日はここからいつものように国道423を走って、まあ、皆さんと一緒にね、楽しいドライブひととき、まさに今、ね、大阪も15日から自粛要請の延長が決まりました。まあ、そんな中の国道423号線ですね、新御堂筋をお楽しみいただきます。まあ、短いひとときですが、ぜひ最後までお付き合いください。というわけでね、改めましてバンチャンネルです。旅動画とか料理動画とかドライブ動画とかね、まあ、好きなことくっちゃべっております。さあ、今これは梅田のどのあたり、茶屋町のあたりなのかな。もうくそタバコポイ捨てしとったな、サラリーマンが。まあそれは置いといて、ちょっと言いたいこともあるんですが言わずにですね。あ、ジャンカラ今でもやってんねや。客おんのかな。あ、パーキング空きです。あれは阪神電車 JR か、 JR やね。はい、 JR 大阪駅 400m って書いてます。はい、安全運転。もう師走ですよ皆さん。どう過ごされてるんですかね。今ちょうどあの右上に映ってるこれが国道423ですね、新御堂筋。これを今から、はい、もうちょっと行ったところから乗ります。はい、ありがとう、ご注意します。でかいっしょこの道、すごいんですよこれ。もうね、僕の誇りの道ですね。誇りっつってもあのゴミの方の誇りじゃなくてね、はい、いい方の誇りとかじゃない、そういうしょうもないこと言ったらね、登録者減るんで、皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。今日は何喋ろうかな。マイクの位置とかね、あんまりしっかりしてないんで、音入ってるかどうか分かんないですけど、ちょっとマスクしてるんで、マスク取りますね。車内はさすがにマスクせんでいいでしょ。はい、ルミックス G8 GoPro キューバーマウントに、車内逆さずりで取り付けております。マイクはソニーのモノラルマイクロフォンです。ピンマイクです。これね、あのデフォルトやと左からしか音出ないんで、動画編集ソフトでね、右からも音出るようにしてます。右と左全く、同じ音が出ております。はい、そんな撮影環境ですね。はい、では今国道423に入ります。ちょっとスピード出しますよ。ここは一応ね、時速40キロなんでね、40キロで走ります。はい、ここまで40キロで、ここから60かな、黄色車線なんでね、左車線変更できません。はい、ちょっと上すぎるカメラ、ちょっと下にしようか。はい、さあ行きましょう。 今がちょうど60キロですね。はい、おお、危ない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 、こいつ、まあ、ウインカー出せやボケが。
学生みたいなやつが運転してた BM、 別にまあ BM か何でもいいんですけど、ウインカー出してから車線変更しろポケってね、言いたいですね。はい、皆さん安全運転ですよ。うわ、バイク押してはる、あの人重さやな。川崎のバイクでしたね今多分。はい、今淀川大橋かな、新淀川大橋はどっちや、阪急の方やったかな、新淀川は。まあいいですわ、新淀川大橋だね多分これがね。まだ電車の終電終わってないんで、運良ければ、右側の方にね電車が通ってくれます。まあもうほんとすぐ目指す千里中央あたりに到着ですね。ちゃんと地べたにね行き先が書いてくれてるんで 楽です。そうで、まあ、風呂で何話してたんだっていう、サウナで何話してたんだってね気になってるごく一部のバンチャンネルファンの皆さん、極秘でございます。まあ、っていうのは冗談で、まあ、いつもの通りあの YouTube の今後について話しまして、バンチャンネルがねこの動画撮影時あと28ぐらいで登録者1万人、そして晩飯チャンネルももうちょっとでもうあと200人ぐらいでね登録者700人で、鉄の細道が今270人というね、あとは、まあ、スイスのあり方は180か90ぐらいかな、今180かなっております。まあそのあたりのね、まあ、今後どのチャンネルを伸ばすんだとか、まあ、伸ばすにあたってねどういう戦略を練るかっていうことを2人で話しておりました。で、まあその行ったサウナ、前回行った時よりかは2週間ぐらい前に行ったんかな、多分この車載動画ね、新御堂筋の車載動画2週間ぐらい前にやったような気がするんですけど、まあその時に比べたらまだお客さんは多かったかなと思いますね。そこね、なんか女性のなんだろう、赤すりみたいなのしてくれるサービスがあるらしくて、何名かの方が結構ええ値段するんですよ。なんか5000円とかね4000円とかするんですけど、お風呂もまあまあそんな安くないんですけどね、まあ皆さん疲れを落としたというか赤を落としてありまして、まあ僕なんかやったらね多分それこそすごい赤が出ると思うんですけど、まあそれはそれでね追加料金かかるんで、とりあえず自前のタオルというか、あのそこの施設のタオルでね赤すりしておきました。自分で結構出るんですよ赤。あ、今ちょっと電車来ましたね、中本行きの車両ですね。結構出るんですよほんまに、あのというか、まあ、強制的にね赤すりするとそれは出ることは出るんですけど、うわすごいな、もうみんな早すぎ、強制的に出せば出るんですけど、それでも1時間ぐらいねサウナ入ったり風呂入ったりしてたらおのずとね赤浮き出てくるんで、手でこすったりとかタオルでこすったりとかしてね、まあもちろん浴槽の中ではしてませんけど洗い場ねやって、で、まあ、疑似赤すりを、まあ、自分でやってるんですけどね楽しんでおりました。あ、今もこれ神崎川越えて、もう吹田に入りました。うわすごい、大阪市から吹田に入りましたけど、今横風がすごくてねハンドル持っていかれそうになりました。バンチャンネルです。ただいま千里入団方面ですね。今日は桃山台出口になるのかな、こう出てます。はい、まあ、江坂ですね、江坂。うわすごいな、風がすごいですね。今日がね16日なんですけど、15ぐらい昨日ぐらいから火曜日がすごい大阪北部もね寒くなりまして、これ多分前半でも同じこと言ったらもうやめときましょう天気の話は。で、まあ、バンチャンネルねもう1万人も多分この動画、うわ何ちょいつノアトヨタノアどんだけスピード出すね。ここ皆さんあの一般道ですからね、高速じゃないんで60キロ制限なんでね、あ一発なんか何メンテメントリーわかんないけど、あ線中行きの電車ですねこれ、江坂駅。はい、でそれで何の話してましたっけ、今外気温 3.0 度ですね、プラスめちゃくちゃ寒いです。ただ車内はね暖房つけてるんでおかげさんで非常にあったかいです。あの前もね動画で言ったと思うんですけど、
暖房はね、なんか燃費悪ならないらしいですね、どうも。なんでちょっと僕それ知ってからね、燃費オタの燃費中のね、私バンチャンネルが車内やたら暖かくするというね、はい、ことになっております。あ、23時になりました。名神高速道路のちょうど下をくぐっております。日本で最初の高速道路です。できてもう50年以上経つみたいなんですけど、まあ、その歴史的なね高速道路のエリアが自分の地元というね、妙な誇り、ゴミじゃない方の誇りを持っております。さあ、そんなしょうもないことを車内で喋ってるとは、後ろ引っついてるバイクは全く知らないんでしょうね。それでも別にゆっくり走ってるわけじゃないんですけど、今60キロちょっと過ぎたぐらいかな。安全運転で行きたいもんです。美濃千里ニュータウン方面ですね。しっかりと道路標識があるので大変運転しやすいです。結構ね、僕はあのね、ルミックス G8 車内にぶら下げてるんで、後ろからもね多分見えてると思うんですよね。結構怪しいですよね、こんなごっついカメラぶら下げて運転してる人って。世界でもね多分僕ぐらいしかいないっていうのはちょっと言い過ぎかもしれないんですけど、だからあんまりね煽られたりとかしないんですよね。個人的に煽られても全く動じないですけど、まあ、それでも実際にやられるとやっぱちょっとこう心の動揺というか、ちょっとビビってしまいますよね。まあ、それの抑止力になっているのが多分このルミックス G8 だと思います。あ、仲間友人したらいいですね。綺麗やな、ピカピカ。お、あの車ピカピカ。ごめんなさいね、あんまりちょっとこの動画はもうその価値がないというか、ここまで見てくださった皆さんに申し訳ないんですけど、この辺りで終了いたします。というわけで、これからね年末年始にかけてドライブされる方も多くいると思いますけど、平常心を持って譲り合いの精神でですね、ぜひ安全運転を心がけてほしいなと思います。はい、というわけでバンチャンネルがお送りしました。皆さん良い一日を、そして良いドライブライブを。バイナラバイナラバイナラ。バイクの方もドライバーの方も軽トラックもみんな元気に仲良く行きましょう。トヨタナンバーの車がありました。それでは次回の動画ご期待ください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。さよなら。燃費は 12.2 キロですね。リッター、あんまり良くないな。